桜、夜桜。皆さんやっほー、そしてお疲れ様です。恒例の卵焼きからスタートしていきたいと思います。それにしても卵高いですよね。ほんと、それに卵品薄でさ、皆さんのところ大丈夫ですか？ほんとすごい探すの大変ですよね。まあ一応朝一で由美のところは買いに行ったりとかしています。それではそんな感じで、もしよかったら最後まで見てくださるととても嬉しいです。それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。ユミでした。
桜が満開になりました。
です。こんな感じです。半階だね。ちょっと登っていきます。で、ちょっとね、サナティさんもいますので、後ほど。これから登っていきたいと思います。いきますね。ゆみちゃんの上がり方変だけどね。ポッカポカ、ポッカポカ。そしてユミちゃんは上がっていく。行きますね。はい。ゆみちゃん雪切れしてない？ちょっとだけ。お、綺麗。すごい綺麗ですよ。では後ほど。すごい綺麗ですね。本当。ここが札幌の街並みですね。なんか鼻炎なのか、すごい鼻が詰まってきました。ありそうだよね。涙もボロボロだし、鼻もすごいもん。そうすごい出てきた。すごい綺麗です。桜ほらすごいでしょ。こういうもう満開ですよ。ちょっとね散ってるのところもありますね。すごい綺麗。そうな感じです。お昼頃です。じゃあ、これはすごいことになってますよ。青空と。すごい綺麗。あったかい。上着なくても全然大丈夫。OK。OK。すごいですよ、ほんと。もうね、しばらく。16度。もうね、多分ね、桜の動画はこの辺で終了になるんじゃないかな今年は。多分そうだと。こんな感じですね。綺麗。はい、どうも皆さんこんにちは。今サナピーさん登場します。それではお久しぶりですって感じです。 YouTube で今日は暖かくて、そうね、だんだんもう脱いできちゃったけど。そうなんですよ。汗かいてるもんね。顔に汗かいてる、ね、そうね。なので今日は暖かいのでちょっと桜花見に来ました。で、そう、札幌の景色が一望できる場所。そうです、こちらでした。そうです。ね、すごい綺麗。もう、すごいしね。皆さんに見てもらいたいなと思いまして、来ました。本当はね、丸山公園に行きたかったんですけども、ちょっとね、渋滞がひどかったね。渋滞がね、本当、満車だらけで、もう、どこも止めれず。そう。どこも止めれず。それでね、ちょっと、変更になりまして、そう、なんていうか、朝日が丘公園、そうですね、朝日が丘公園にやってまいりました。そう、もうすっごい直射日光が暑い、そう、日焼けしそうな感じのぐらいです。頭がジリジリする。そう、そんな感じのね、ユミの、4月25日の過ごし方でした。これからお腹減ったっていうから何か食べるかも。そうねえ、ね、グースかなってきました。それでは失礼します。じゃあねー。さて
そろそろ帰りたいと思います。もう帰り花火満足しました。すごい天気も良くて最高ですね。ちょっと鼻水がすごいですけど、うん、目もやばいねえ、ほんと、あ、やばい、ずれちゃった、事故起きた事故が起きました今。だからちょっと不安そう、なんか古いね、あの三脚立てを使ってるので事故を起こしやすいなんかそしてここね、熊が出るって書いてありましたね。そう、出てるって、見てみたいとかって思いません思いません思いませんということを言ってるみたいです。熊に死ぬようにあるって言ってもいそうだけどね、いそう、なんか狐とかもいそうだけど、なんか狐はいないのかな、まだいるよね絶対。おー、ここも咲いてる。すごい天気いい、ほんと。おー、あー、やばい、事故が。では、お発散を通りたいと思います。ここですね。優雅に歩くね。あそこに桜がありますよ。あちらにはお山さんがあります。何山だろう。開放感ですね。本当気持ちいいね。暑いけどちょっと。すごい、もう転びそう。そろそろ転ぶかも。あ、正面に桜。本当は正面さんに。正面さんに。それではまた。これからお帰りたいと思います。お帰りたい、帰りたいと思います。真正面向かないとね、危ないからね。今日ね、これからお昼ご飯行きたいなと思っています。ちょっとゆみちゃんのお腹がグースとなって、お、桜すごい綺麗。あ、今日で見頃が終わりかな。そうね、ピークかも。もう、ということでこれからお昼ご飯を食べに行ってこようと思ってます。はい、またねー。